はい、じゃあ今日はですね、あの車の中にある荷物を全部まず出します。で、掃除をして運転席ないし助手席を倒せるようにして、車中泊仕様にねできるようにちょっとやってみましょうよ。行きましょう。おう、これは大変だな。はい、一旦これ全部出しましたよ。半生のエビ。絶対うまいよ。ほら、ほら来た、ほら。いただきます。あ、うまい。さあ、ダイソンで行こうよ。よし、とりあえずこんなもんかな。このシートをもう一度ここにかぶせてから、荷物をねちょっとまとめながら、あの助手席を倒せる方式に変えていきたいと思いまーす。やろう。ダン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 ジよー。はい、こんな感じに掃除できましたよ。で、あそこね、助手席をあのようにね倒しました。これでね眠れるんじゃない。ちょっとさ寝てみようか。いやー、これできたらさ、もう車中泊さ最高じゃない。よいしょ。いや、ちょっとあ、寝れる寝れる、最高じゃん。これもうちょっと上かな、こういう感じですかね。よし、いいぞ。これで後ろにねこういう状態にしたまんま荷物が収まるようにこれからしていきましょう。行こう。これはですね、昨年12月に同志の森でねもらった、はい、薪が入ってたね段ボールなんですけど、これをいよいよ捨てる時が来ました。この中にある薪とかもね、これ最近ね買いました。ここにね入れて整理してみたいと思います。これ入ればさ、これね全部すっきりするんじゃないですか。少量バッター。いや、あんな名前まで後ろの足が一本ない。これいただきますよ。よし、ちょっと行きましょう。何味ですか。いただきます。よいよー。どっちがいただきます。行く行く。おどれ。よいよー。いや、これ普通になんかスナック菓子、お菓子ですよね。少量バッタは、ただのスナック菓子でございました。はい、以上でございま す, いますこちらジンさんでございます。はい、どうも。はい、段ボールの中が空になりまして、こちらにね薪等々を入れましたよ。はい、結局ね中にあるものがいらないものもありましたので、それはね一個をね車から出すような形にしたいと思います。はい、じゃあこれでねここにあるものとりあえずさこちらに少しずつ収納していきましょうか。行こう。
柱に今動画撮ってます。僕はあの映り返したらこうやって。なるほどね。素材的にそうかなと思ってたんだけど、そうか、かんちゃんの持ってるやつと一緒だったんだよ。言ってたんだよね。そうそうそう、多分濡らしてねえんじゃねえかって。やっぱそうだった。暑すぎる。ちょっと休憩。キャン中なんで、キャン中ハイ。いただきまーす。暑いわ、今日。めちゃくちゃ暑い。いただきます。あー、暑うまい。はい、今あんな感じですよ。だいぶ片付いてきました。もうちょっと頑張りましょう。行こう。はい、片付けほぼ完了しましたよ。こちらでございます。どうですか、どうですか、いい感じじゃないの。ほら、まとめてね、こういう風に、はい、いつも持ってくこういうものもここにすぐね積み込めるようなスペースを作りました。でこちらに行きますと、はい、ここにね、はい、ちょっとこういう荷物は置いてありますけど、ここにほらこういう風にね横の助手席が倒されてますので、これらをねちょっと後ろに移動しちゃえば、はい、ここに寝ることができますよ。ほら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 、片付いたと。あー、すっきり。でも大変だったな、こりゃ。はい、ということで本日の田代運動公園裏のこの河川敷キャンプサイトにおける車の掃除動画、これにて終了となります。あー、今日は暑いわ。ちょっともうちょっとね車内をね片した後に買いたいと思います。それでは次回の男児もぜひご覧ください。男児の松尾でございました。さよなら。ダンダンダン男児。いきます。あげますよ。おめでとう。あ、でもこっちが危ない。はい、油投入だろ。まずはまずは何ですか。まずはカマキリから。カマキリから、カマキリから素揚げです。カマキリの素揚げ。じゃあこれミカさんお願いします。いよいよいい。あのね、これミンミン鳴くのが、うん、ミカさんその前にちょっとおもむろに入れたけど、これはそれなんですか。これね、あの少量バッタ、少量バッタ、少量バッタを素揚げしました。これがミンミンゼミ。いきます。はい、お願いします。ああ、カマキリが上がりましたよ。こっちはバッタですね。さっきバッタとセミは食べましたので、私じゃあこれをいきましょうか。カマキリ、おいただきたいと思います。さすが。じゃあ、私人生初のカマキリを食べてみたいと思います。寄生虫がいそうなお腹からいきたいと思いますよ。いきますね。いきます。お腹からいきますよ。あ、もう一回、もうちょっと食べるわ。でもね、意外と皆さん、あの寄生虫はおりませんでした。空洞でございます。空洞。もうちょっと食べてみますね。
いきます。カマキリ食べる初めてです。あ、これはね、味のしない桜エビ。味のしない桜エビです。あ、すごい。あ、すごい。人生初のカマキリ食い終わりました。ありがとうございました。すごい。すごい。いい食レポだ。すごい。うん。断じ